この番組は MC カマーとミュージックスクールドリームの講師で結成されたルーラーズでお送りします。おはようございます。おはようございます。12月29日日曜日、はい、今日はねなんと、2019年最後の放送です。今年最後の放送ということですね。寂しいですね。早かったですね。みんな、クリスマスはちゃんといい感じで過ごせれたかな。いい一日でした。よかった。でもまた後々ね、その話は後でね、しましょうね。追求していこうということですね。まあ、今年ね、もう最後なんで、今年を振り返りましょうということなんですけどね。まあ、今年何をしてたかもう1月ぐらいからこう振り返らないともう忘れてるわ。何をしてたんやろ。いやもう全然覚えてないですね。ちょっと見ないとね。手帳見てみよう。手帳1月。まだ平成の。そうですね。平成31年。短かった平成31年。そう4ヶ月だけでしたからね。そうやね。まあでもなんか変わらずですね。でもカマーが入ってきたのって僕ね8月っす。8月夏なんや、はい、夏なんですよ。夏か。じゃまだ半年やね。半年。そうそういうぐらいなんですよね。なるほど。まあ今年はでもなんかまあでも一気にあの冬の話やけど、豪雪らしいからそんなに取るんですか。そういえばあれやね、太陽のサイクルがね、11年周期らしいんですけど、今年の11月25日ぐらいからそれが変わったんですね。あ、もう周期が変わったんですね。でこれからは寒くなっていくらしいです。太陽の活動がどんどん弱くなっていって黒点がなくなって、弱くなると。プチ氷河期と呼ばれるものですね。太陽が弱くなり月の時代に入るということですよ。そうなんや。まあ分かる人にしか分からないかもしれないですけどね。まあでもいろいろあった1年やったと思いますよ。本当にその令和になったっていうのは、まあそうか。それは一番大きいですよね。そうやな。令和も早かったけどね。早かった。元年でもう終わりですからね。まあ実際はだからその11月のその大嘗祭の時にやっと天皇にねなられたということで。そうですね。だからねその日その11月24、2から2ぐらいからかな。そうですね。ローマ教皇が来てね。あの辺はすごかったと思います。でいろんなことが行われてて、だからいっぱい芸能界のスキャンダルいっぱい出して、目をそらしてっていうね、やばいやばいっていう、まあ、裏があったというね、言ってんかな、これ。っていう、まあ、そういうね、R1 年でしたね。R1 年でしたね。R1 ね、R1。R1 ね。そうそう。まあ、R1 ってあのヨーグルトみたいなやつやん。そうそうそう。うちが R2 やろ。ほんこのスバルの車やで。ちょっと待って、りょうすけ R2 やったっけ昔。一番初めに買った車がスバルの R2。そうや。はい。スバルの R2 や。ほうほうほう。R1 もありましたよね。R1 もあった。R2 のちょっと、なんやろ。ちょっとこう。黒い感じのやつで。ちょっと可愛い感じのやつ。ちょっとちっちゃかったっけ。いや、めちゃくちゃちっちゃいですよ。そうやんな。そうなんです。へぇ。まあ、あと何あったかな。まあでも YouTube をこう、まあ、しっかりとこう始めた年でもあったから。そうですね。まあそういう意味ではなんかいいスタート切れたんかな令和1年で。そうですね。どんな令和にしたいですかこれからは。これからは令和2年に向けて。令和に向けてね。はいはいはい。まあでもほんまに自分がやりたいことだけしかやらんっていう、やりたくないことはやりませんっていう、そういう時代にしたいですね。なるほど。来年もまたね、イベントっていうかね、多いですよ。その東京オリンピックもあるもんね。そうですね。あと 5G が始まるんでね。そうやな、 5G が5人の G さんですか。そう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 。
まあ北海道にもねマラソンちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってごっつい滑ってんねんけどちょっとちょっとごっつい滑ってるんですけどちょっとちょっといやもう 5G をさ5人の G さんちょっとそこは逆に初めて聞いたパターン、うん、いや多分受けてると言いますよいや多分ね今俺行ったらだいぶだいぶ巻き込み事故になってたと思うねそうそうだから、うん、いやすごいらしいですよ 5G もいやまあ 5G はもうあれやろ映画とか遅れちゃうらしいですよそのマジで動画でうんそんな大容量を大容量しかもあのロードみたいなのがないんやろめっちゃ YouTube とかそのくるくるとかもうなくなるらしいえマジっすかスコンといくよねスコン、うん、すごいよねでもそれ携帯の料金高なるんちゃうんすかいやまあそう分からへんけど、ねうん、でももう昔に比べたら上がってるもんな携帯の価格も、うん、あまあそうですね、うん、10万余裕で超えるやん確かに、うん、そうだやばいっすね、まあ、パソコンみたいなもんやねもうそうやな、うんうん、パソコンより高いやん高いですねうん、でしたら、うん、でしかもまあそこにさあの一眼レフ機能とかもつき、そうやね、ついてきてるしな今うんうんだからまあ心配されるのはバッテリーの持ちが大丈夫かみたいなあだからバッテリーも本来もうもう今はもうほら切れないバッテリーあるけど、うんまあ、それをしてしまうとなやっぱり消費ができないから、うんうん、だからまあある程度まあバッテリーをこう持ちやすくはしてくれてるんじゃない、うんうんうんねまあ、何年かに一遍は変えなあかんような仕組み作って確かにね、まあ、携帯はねそんな感じだねうんそういうことなんですよ、はい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 、なので令和はね、うんまあ、5人のじいさん、はい、そこでいじるキーワードになってくるかなっていうふうに思いますね5人のじいさんがキーワードになってくるなんで、うんまあ、やりたいことやらせておきましょうか、はい、5人のじいさんにそう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 はい、はいあの先週の続きでね、うん皆さんが僕のデートプランを考えるっていうので、うんうん、あやりましたね。そう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 。でちょうど先週クリスマス前やったから、うんうんうん、ちょっと今日も終わっちゃいましたけど、はいはい、それの話の続きをね、なるほど。ああしようかなと思って。前回どこまで行きましたっけ？前回はね、うん、あの歌どんなでしたっけ？あの歌を。うんまあ、どの歌を車にかけながらデートした方がいいかなでこれ重要やったからね、うん、そうそうそう、うん、でクリスマスシーズンだから、うんうん山下達郎さんのクリスマスイブをめっちゃ入れて、うん、そうやねあ、はいはいはい、トラック1からもうトラック15ぐらいまで全部安眠ワインよって系で、うん、そう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 でしたね。でまあ山下達郎さんと山下達郎さんの間にまた曲を入れるから、うん、もう山下達郎サンドで行きましょうということで、そうですね、でやっと車に乗るところまで行きました。そうそう。なるほど。そう CD からですね。そうこれからじゃあ車乗りましたと、うん、そこからどうしますかっていうね。うん、うん、やっぱドライブですかってなると。まだだって今、彼女をまだ迎えに行けてない。ああ、迎えに行けない。ああ、そっから。うん。今家のガレージの。ああ、すごい細かいとこが行きますね。大事やで。大事大事。なるほど、なるほど。うん。はいはい。で、まあ、まず、ガソリンチェックしよう。うん。まあまあね、なんか、これね、やっぱもう途中でガソリンを入れるっていうのはダサいから。うん、そうだね。まあね。確かに変に気使わそうよね。そうそうそう。まあ、あまりにも遠いとこはしょうがないけど、うん。まあ、絶対フルにしとく。うん、うん、そうですね。うん、入れに行くと。そうそう、まあ、俺はやったらコスモ石油行くかな。うん。心も満タンにね。心も満タンに。そうそう。そうそう。で、で、迎え行くでしょ。はいはいはい。だから、まずこう、彼女に電話をして、うん。まあ、どこに迎えに行くか分からないけど、まあ、家かな。うん、まあ、まあ、家ですね。だから、電話をして、うん。もう門に出とけと、うんうんうん、家の前にそう、うん、でちゃんと自分の車が見えるような状態で迎えに行くといいよ、うん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 ブーンってくる感じをちゃんと見せてああなるほどなるほどそうそうそう、はいはい、出たらおったとかじゃなくて、うん、待たさなかああなるほどね、うん、はいはいはい、はい、ちょっと早めにだから見積もりしといてそう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 5分ぐらい前に電話しといてなるほど
そうそう、ちゃんとあの車でこうブーンってやってくる姿をちゃんと見せるっていう、そこまでね、私のために来てくれたっていう感情をこう無意識に、なるほどね、無意識にこう潜在的に入れる、来てくれたっていう、そうそう、ことですね。あのもうこれ彼女がこうもう出た瞬間にもおったら、もう彼女はもうなんかあもうおったんやしなみたいな、なんかそういうこう無意識に入るから、はいはいはい、なるほど、来てくれたっていうのをやっぱ見せた方がいいよね。あ、なるほどね、深いねこれは、深いですね、深いよねこれ、大事よ。でそこで絶対重要なのはちゃんと前の日に洗車しておくことが、まあ、それは間違いないですね、めっちゃ大事や、大事だと思います、やっぱ見てる人は見てますもんね、ボロボロ、ボロボロっておかしいけど、まあ、汚い車で行くのはやっぱりなんかこう、あほんまに私のこと好きなんかなってやっぱ思わされてしまうから、うん、確かに、そう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 、でやっぱ車ね、どこそのホイールホイール、あ、そう、ホイールとかはもうめちゃくちゃ綺麗にしとかな、めっちゃ大事やから、ボディよりもホイールやからね、そこ見ちゃう、ボディが綺麗でもホイール汚かったら汚く見えるもんな、いや本当にホイール綺麗かったらめっちゃ新しい車っぽく見える、まあ、おしゃれは靴から足元から、そう、足元から、ほんまそう、この間あのうちで、その凌介の、あのアウディをね、あのホイールを、ホイールだけを洗ったっていう、ボディは洗った、ボディは手つけず、そう、それでもやっぱだいぶ変わったから、めっちゃ綺麗だったもんな、オートバックスとかで売ってるホイールクリーナーとかって、まあ、多分やけど、まあ、日本の法律的に、きついからあんまりこう、なんやろ、きついくしたらあかんのちゃうかなと思って。あ、成分をね。弱いかなと俺いつも思ってて。で、綺麗になれへんから、もうどうやしようかなと思って、俺カビキラーを、一回自分の車にこう、ホイールにやったら、めっちゃ綺麗になったんよ。普通の家用のな、お風呂とか、トイレとかを綺麗にするカビキラーをやったら、もうめちゃくちゃ綺麗になったから、凌介これカビキラーやと。カビキラーをもうまんべんなく振ろうと。でもカビキラーでホイール4本綺麗したもん。そうそうそう。めっちゃ綺麗になったやろ。めっちゃ綺麗になりましたね。力いらんしな。タイヤとか大丈夫？は大丈夫やった。全然大丈夫。まあでも物によったらホイールもちょっと気をつけなあかんやつはあるかもしれない。なんか剥がれてるしな。そうそうそう。メッキ系とかやったら。そうだ、まあちょっと気にしながらね。まあそこは自己責任で皆さんね、試してもらってね。そうやな。だからちゃんとホイールも綺麗にして。まあ自分のエチケットも大事やから、やっぱその前に一回コンビニ寄って、フリスクなり、なんなりをちょっと買って。確かにな。そうやな。大事ですね。それ、ええ車乗っとってな、それ、運転手の口めっちゃ臭かったな。やばいよな。ちょっと想像したけど笑えるな。やばいな。辛いな。で、あの、前の日は絶対餃子食べない。あ、そうですね。そうですね。その辺肉系を食べない。そうですね。その辺から気ぃつけんとね。まあ大事やね。で、お迎え行きました。洗車もしました。そしたらどこ行きますか？まあとりあえず、まあ入ってくるわけ。助手席にな。助手席に。まず、どういう声をかけるかね。確かに。おお。で、まず、ちゃんと言わな。今日も可愛いな、って。いや、俺っぽくないな、それ。いや、なんか一個ええの思いついた、こう。迎えに行った時にこう自分の車を見せるように迎えに行くって言ったやん、で入ってきた瞬間ちょっと逆で見えへんかったわっつって、どういうこと？いやもう君が眩しすぎて、ね、ちょっと深すぎてピンとこう、ああそう、眩しすぎて、ね、眩しすぎて見えへんかったと、っていうのをまずちゃんと言ってから、スタートせな。D に入れたらあかん。あ、そうやね。いきなりね。D。まだ N や。まだ N。N、N、ニュートンね。はいはいはい。N。ほんで D にしてスタートにして、どうする？ D にしてスタートにしたけど、もう今日、絶対そうや思うた俺。絶対そうや思うた俺。絶対そうや思うたもん。年またぐん。これ。いやもうみんな気になってしょうがない。いやいや、だってもう、ホイールの話結構熱かったもんな。そっから、絶対無理やろと思うたもん俺。ちょうどほら、まあ大掃除で壁切りはみんなあるから。確かに。うん、そうやね。そこが伝わったからよかったかなってね。あ、確かに、そりゃそうだ。もうガソリンサンドめっちゃ混むもんね。やっぱ掃除していこうっていう感じですよね、今回は。そういうことですよね。またね、来年、この続きをしましょうか。はい。ということで、もう本当やばいんで、はい。じゃあ、また来年もお願いします。バイバーイ！バイバーイ！